土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、さまざまなインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、関東学院大学、キャリアナビゲーション、清水建設、竹中土木、三井住友建設、リコート書の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私、ジュミと柿原町の松でお送りします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、3月20日はですね、電卓の日なんですね。でこれ1974年に日本の電卓の生産数が世界一になったってことを記念して制定したそうですよ。電卓の日ってあったんですね。ちなみにですね、私が所属している建設技術研究所ではですね、1969年、1台32万円の大型電卓を一つの部署で12台購入してですね、新聞やテレビが取材に来たことあったと。当時の大卒初任給3万4000円ですから、10人分の給料で1台の電卓、力を入れてたんです ね。いや、びっくりしますよね。素晴らしいですね。さあ、では今回のテーマご紹介しましょう。今回のテーマは橋を架けるテクノロジーです。ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきましょう。今回のテーマ、橋を架けるテクノロジーについてお話を伺うゲストの方は斉藤孝則さんです。斉藤さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では斉藤さんのプロフィールご紹介しましょう。斉藤さんは1962年北海道のご出身でいらっしゃいます。ご実家は約3万坪程度の土地を耕して、お米や野菜、鶏に豚、ヤギ、牛、万栄競馬の馬もいらっしゃったということなんですが、ご自身は農業が嫌ではなかったけれども、学生時代のアルバイトで経験なさった橋梁工事の重量飛びと、それから東京に憧れて海英建設工業株式会社に入社なさったということです。瀬戸大橋や日本有数の大型橋梁工事の施工に携わられて、2010年11月11日に斉藤 PC 建設株式会社を設立なさったということなんですけれども、さあ、お話を伺っていきます。斉藤さん、まず最初の質問なんですけれどもね、斉藤さんのラジオの思い出をお聞かせいただけますか？はい、一番最初の印象はやっぱり小学生時代に作ったゲルマニウムラジオだと思います。初めての関わりということになるかと思います。なるほど、はい、思春期はいかがだったんでしょうか？極めて真面目な少年だったと思いますけども、中学生ぐらいになってきますと、やはり深夜放送を聞きます。やはりオールナイトニッポンがやっぱり一番印象に残るラジオでした。そうですか。パーソナリティは誰だったんですか？鶴光さんとか、はい、中島みゆきさんとか、いろいろいらっしゃいましたね。曜日で確か違ってたと思います。そうですね、はい、世代ですね、大体 ね、はい、ねそういうことですよね。、はい、なんか連帯意識が強くなりました。わかります、よくわかります。さあ、そして大人になられてからはどうでしたか？そうですね、車の免許を取得してからはやはりカーラジオでしょうか。大変地方いろいろ行きましたので、はい、そこのチューニングをするのが難しかったなという印象です。やはりでも大人になってからはやっぱり情報源、天気とか交通とそういうことをはじめとした情報源に
活用させていただいております。なるほど。さあではそういう斉藤さんとお話し進めていきたいと思いますが、松さんどうぞお願いします。はい、ではどうぞよろしくお願いいたします。斉藤さんがやってらっしゃる会社の分類なんですけれども、はい、伺ったところ専門工事業者という分類だということなんですけれども、橋の工事っていろんなプロセスありますよね。はい、で斉藤さんの会社はどういう役割を果たしてらっしゃるんでしょう。はい、簡単に言いますと発注者さん、例えば国土交通省さんだったりネクスコさんだったりから、いわゆる元請けさん、清水建設様であったりとか、いろいろそういう、ゼネコンさん、PC の専門業者から仕事をいただく一次下請けという立ち位置が弊社の立ち位置となります。あ、なるほど、そういうことなんですね。はい、はい、まあ、昔的な言い方をしますと、まあ、名義人というような、今的に言うとサブコンとか言われますけど、そういうような感じでしょうか。あ、そういうことなんですね。はい、なるほど。それで、専門としてらっしゃる分野としてはどういうところになりますか。はい、建築土木を分けますと弊社の立ち位置は土木の中の、橋梁工事ですね。この本体部分、いわゆる主桁部分をほぼほぼ弊社で施工させていただいております。はい、もちろん弊社の協力業者の方もいらっしゃいますけれども、はい、あとは施工する工種としては、四方向工事、飛び工事ですね、足場工事、あと型枠工事、鉄筋工事、弊社の名前にもなっております、PC 工事、これプレストレストコンクリートの略ですけども、プラス各種のコンクリート工事、これを、全て弊社で施工させていただいております。あ、なるほど。プレストレストコンクリートという言葉が出てきたんですけれども、はい、一般の方にはひょっとすると耳慣れない言葉かもしれませんが、はい、簡単に言うとどういうようなものなんでしょうかね。難しくはあるんですけども、麻雀牌の例えがちょっとあったかと思いますけども、はい、そのままこう持ち上げてしまうとバランと崩れてしまいますけども、そこにちょっと強度を持たすプレストレストを入れることによって、はい、高強度な構造物ができるということでしょうか。うんうん、なるほど。はい、体制でですね、先ほど一次下請けさんということをおっしゃってたんですけれども、はい、一つの工事の中でその一次をやってらっしゃる会社っていうのは、一般的にはいっぱいいらっしゃるもんなんでしょうか。あまり実はいなくてですね、元請け会社さんから見ますと、その一次の会社、指示命令系統とか各種の伝達調整、工事の施工を行うこの一次の会社は、少ない方がやはり現場は工事はスムーズに進んでいきますので、そういうことも含めて全て、弊社のような多能工ですね、飛び作業、大工作業、鉄筋作業、先ほどの、PC 作業等の会社に発注、ができる会社に発注した方が、管理もしやすく、現場の施工にも適しているというようなことで、ほぼ違う工事の一時の方はいらっしゃいますけども、弊社みたいなところは大体一つの現場に1社、多くても2社ぐらいだと思います。なるほど。そうなんですね。確かにね、仕事をお願いする方の立場としても、はい、その方が安心してできる、なんか顔の見える斉藤さんにお願いします、はい、って言ったら、あとは斉藤さんの方で全部こういろいろと段取っていただけるということですね。はい、わかりました。じゃあ今度橋の作り方ということでちょっと質問してみたいんですけれど、橋を架ける場所っていろいろあるじゃないですか。はい、例えば川の上だったりしますし、あと山の谷間の厳しいとこだったりもしますし、ではそのコンクリートで作る橋っていうのはどういうプロセスでですね、工事を進めていくもんなんでしょうか、一般論として。はい、これが大変難しくてですね、一言で橋と言いましても2つと同じものはありません。はい、はい、作り方もそれからその、工事のおける仮設の方法から橋の長さ、スパン、幅、幅員、それから
使用する PC 光線の、あの使用の方法等ですね、多岐にわたります、一例を申し上げますと、あの清水建設様や他社さん、三井住友建設様は施工の工事で数多くご加盟を受けて施工させていただいた工事工法の中に張り出し仮設工法というのがあります。張り出し仮設工法、はいはい、あの通称ワーゲンという機械、移動仮設作業車を用いて、この作業車の中で足場、型枠、鉄筋、PC、いわゆるプレストレストコンクリート、すべての作業をこの作業車の中で行って、矢じろべえのように左右にこう張り出していく工法、これがあの張り出し仮設工法というものであります。矢じろべえみたいな、だから橋脚、いわゆる柱があって、そのてっぺんのところで、はいはい、右に出して左に出してっていうのを、はい、そうですね、少しずつやっていくという、はい、すっごい。そのじゃあ真ん中に柱のように立てるものっていうのはものすごい強固なものなんですか。そうですね、はい、はあ、これをまずその組み立てるというか作り上げるのにかなりの時間がかかりますか。かかりますね、はい、はあ、ちょっとそれは皆さん想像していただけると、ね、矢代兵衛のように左右と、まあ、だんだんに横に向かって伸ばしていくっていうイメージですね、うん、はい、はい、初めて知った。同時に左右に張り出すってことは可能なんですか。あ、可能ですね、はい、はあ、これ片側だけ出したらだってバランスがね崩れちゃいそうじゃないですか、はい、そういう工法もあります。あるんですか、はい、すごい、はい、その方がメリットがある場合があるという、あの現場の構造的にでしょうか。う、はあ、ちなみに清水建設様が一番最初にこのワーゲンを用いてやった橋は、うん、今言われたように片側から両方張り出していって、うん、中央でつなぐというやり方でしたね、はあ、へえ。つなげる瞬間ってなんかドキドキするんですけど、あれずれてるとかになっちゃったら困っちゃうわけですよね。そのずれるなんて許容範囲ってのもあるじゃないですか。基本的にどのくらいなんですか。基本はミリ単位ですから。ミリ単位、はい、ミリ単位、はい、すごすぎる。いや、だって何十メートル何百メートルもあるようなね、張り出してきたものがミリ単位でぴったし合うってすごい技術だと、はい、やっぱりこれはその日本が持つ最高の技術ですか。そうですね、あ、はい、素晴らしい。例えばその工法でやったあの有名な事例の橋っていうとどういうものがあるんですかね、はい、これはあの多分皆さんコマーシャル等々でも見られたことがあるかとは思うんですけども、日本ではこの工法を用いて最大士官町です。士官町は 柱から柱の間のことを言います、これが250メーターある、あの江島大橋というのがありまして、これ通称なんですけども、ダイハツ自動車のコマーシャルになりました。ベタ踏み坂と、あの空に向かってビューという、はい、それだ、はい、すごい。250メートルってすごいですね。これ日本一の、その間橋脚なしですか。なしです。うわすごい、はい、桁だけで持ってる、はい、ね、私この橋ベタ踏みしたことありますよそこ誇れますね。旅行で行きましたけれど。いや、それ知ってて渡ったらまた全然違ったじゃないですか。ね、そう、走りながらこう味わいながら行けたかなという感じでしたけれども、ね、なるほどね。じゃあちょっとここでブレイクといきましょうか。後半さらに盛り上がりますよ。これよろしくお願いいたします。喉乾いたな。うん、冷蔵庫に水冷やしてあるよ。来週ね、福岡に出張。日帰りできるよね。あれ、揺れてる？え？地震だね。大丈夫かな？何気ない普通の暮らしを土木が支えています。未来に続く安全安心を、建設技術研究所。おい、ジロー、お前将来何になるんだ？え、言いたくないし。なんで？恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。え、お前サッカー選手じゃなかったのか？この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか？土木学会は
みんなの暮らしを支える技術者の集まりです。土木のラジオ、ドボラジ。今日のゲストは斉藤貴則さんをお迎えして、橋を架けるテクノロジーをテーマにお話を伺っています。引き続き斉藤さん、よろしくお願いいたします。そして柿柄町の松さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半は、体制とかですね、あのプロセスの話を聞いてますけれども、じゃあちょっと橋そのものについて伺いたいんですけれども、はい、橋の材料っていうのは、まあ、あのざっくり言うとコンクリートの他に鋼材、まあ、鉄ですよね、はい、簡単に言うと使われてるんですけれど、そのコンクリートで作られている橋のメリットっていうのはどういうところにありますか。はい、今言われたように、あのコンクリートで作る橋の主材料というのはもちろんコンクリート、うん、それからコンクリートの中には、鉄筋、それからいわゆる、PC 鋼材を用いてこの橋を作ります。はい、でこれらのものを用いることによって、このコンクリートの中でも総共コンクリート、早く固まるコンクリートを使用して、うん、一般的なコンクリートよりも、強度が出ます。なるほど。はい、こう早く固まるとギュッとなるみたいな、そういうイメージですか。はい、早く固まることによって早く、PC 鋼材を用いて緊張力を入れることによって、うん、まあ、だるみのないコンクリートができる。まあ、鉄筋等々についても、まあ、径で言いますと13ミリから太い径になりますと51ミリ、まあ、小指ぐらいの鉄筋から手首ぐらいの太さの鉄筋までを用いて、高強度な鉄筋を用いることによって、コンクリートにプレストレスと緊張力を与え、かいつまんで言いますと、コンクリートでできた橋は一般的なコンクリート構造物に比べても強度、耐久性、持久性に優れたメリットがあると、こういうことでしょうか。なるほど、ありがとうございます。さて今度はですね、これからのお話をちょっと伺いたいと思ってるんですけれども、コンクリートの橋の分野でですね、今必要とされてる新しい技術とかですね、はいはい、あと最近話題になってる技術とか、そういったところをちょっと伺いたいと思うんですが、はい、これ結構元請け各社様においては、入札時等々においてですね、お題目のように技術提案等々に取り組んで、入札受注に至っておりまして、なかなかあまりペラペラとお話ができない、まあ、そうですよね、収入がありますので、はいはい、差し障りのない程度で、はい、かいつまんで申し上げたいと思います。はい、まあ、本当に具体的な説明ちょっと難しいんですけれども、今、まあ、流行りというか ICT 情報通信技術等を活用したスマホとかタブレットを活用したデジタル化したデータを現場の管理者、いわゆる職長が管理して共有する、紙の図面等々はあまり見ないかもしれないですね。データがそこにタブレットに入ってますので、はい、から元請け各社さんでちょっと言い方が違うかもしれませんけども、日々の打ち合わせとか情報共有もリモートで行っております、ね。うん、はい、それから新しい技術進化の一つに、ちょっとこれ専門用語で申し訳ありません、グラウトという施工があります。はい、PC 鋼材の緊張が完了した後にシースと呼ばれる筒状のものの中に PC 鋼材が入っているんですけども、その中に、セメントミルというんでしょうか、ちょっと液状のセメントですね、液状のセメントを注入して、この PC 鋼材の劣化防止の保護を行います。現在はもう最高水準で施工していますので、この、筒状のシースの中に入れるセメントミルの注入率をほぼほぼ 100% の状態、うん、いわゆる劣化防止が完璧にできるということになるでしょうか。なるほど、金属だから劣化させないために周りをきちっと覆ってあげるっていう、はい、そんなイメージでしょうかね。はい、なるほど。はい、あとはコンクリート
で、まあ、商売をしておりますので、このコンクリートの品質管理というのも大事になってきまして、この品質管理の証明員というのを元請け各社さんは配置配属されておりますね。打設前の検査、打設中の検査、立ち合いから供給される生コンの品質検査管理から施工に応じた粘性や硬さ、流動性の検討から試験施工の実施と、実際のものを作るよりも前にそういうことをして、幅広く進歩しているかと思います。なるほど、いろんな分野でここは人間がやらないといけないところだってことですね。はい、なるほど、ね、あとは地震大国日本なんですね、はい、この今年も正月早々地震がちょっとあって大変なことになっておりますけども、この橋梁建設に欠かせない構造で、この橋を支える上で一番大事なものに、桁の端部に支承柱というのがありまして、はい、これは昔に比べて現在は耐震性、免震性をものすごく兼ね備えておりまして、大変優れた構造となっております。まあ、ただその分施工するのは 手間がかかっているわけなんですけども、うんうん、そういうことでしょうね、はい、なるほど。あとは進化している橋の代表格はやはりプレキャストセグメントというものだと思います。プレキャストセグメントというのは、はい、早い話が橋を分割施工します。昔は現場で製作仮設していた長さ数十メートル、重さ数十トンの橋桁を現在はトレーラーで運搬できるサイズにして現地でつなぎ合わせて、まあ、いろんな工法がありますけど、さまざまな工法で橋脚上に仮設、大型のクレーンを用いたり、仮設機器を用いて仮設するという工法もあります。現場で組み立てるってことですね。そうですね。なるほど、すごい進んでるんですね、はい、そうですよね。土木って経験工学そのものだっていうふうによく言われるんですけど、やっぱりその辺は思いますか。はい、これ日々新しい技術とか話題が、まあ、たくさん出てはいるんですけども、やはり橋は人の手で作ります。これちょっと余談ですけども、この商売に入りたての頃に飛び職の棟梁がこんなことを言っておりました。飛びの図面は青空図面、空を見上げて考えろと、いわゆる経験工学そのものだと思います。いいことおっしゃいますよね、これ。さて今度はですね、ちょっと思い出のお話を伺いたいんですけれども、うん、はい、いろんな橋をね手掛けてこられたと思うんですが、はい、思い出に残ってる現場ってのはどんなところだったでしょうかね。まず第一に、これ橋梁ではないんですけども、PC プレストレストを用いた現場の中で、北海道の石狩で清水建設様よりご加盟いただきました LNG タンク、通称 PC タンクの施工をさせていただきました。タンクも土木なんですね。はい、タンクも土木なんです。企画サイズで言いますと、うん、高さが50メートル、直径が約100メートル、液化した天然ガスですね、これが23万キロリットル入ります。どういうイメージなんだろう、全然わかんない。ジャンボジェット機がすっぽり入るぐらいのタンクです。この工事ではですね、22時間の間でコンクリートを約1万リューベ打設しました。22時間ってじゃあ1日かかってないってことですか。そうですね、弊社だけで200名ぐらいの作業人員と、それから全体ではもう多分その倍ぐらい、その現場には多分 4,500 名の人間が1日かけて作業したと思います。うん、土木工事に関わる関係者の皆さんなら、もう約1日で1万リューベのコンクリートを打設することの難しさとか、大変さが分かっていただけるかと思います。うん、余談ですが、コンクリート打設の前後3日間は私寝ないで仕事したこと、本当に強烈な思い出で、ホテルに帰るともうすぐに意識がなくなってしまいました。ここの現場はですね、はい、広島からちょうど飛行機で行けまして、広島から新千歳直行便が出ておりまして、
朝一の飛行機で北海道に入りまして、レンタカーを借りて石狩の現場に行って打ち合わせとか競技会、うん、で夕方の飛行機で広島に帰る、うん、これ広島北海道の日帰りを20回ほどさせていただきました。すごいですね、はい、で実はこの沖縄でもこのパターンがありまして、沖縄でもこのパターンを十数回させていただいて、はい、大変懐かしく思います。過酷ですね。いやちょっと質問なんですけれど、はい、今の時代ってかなりその労働時間とかね、はい、安全とか随分言われるじゃないですか、そのなぜ1日で1万立方メートルやっつけないといけなかったんでしょうか。はい、これはもう構造的な問題で、打ち継ぎ目を作ってはいけなかったんですね。なるほど。はい、液化、液化した、うん、ガスを液化して済みますので、はい、そこにはちょっとあまり言えませんけども、ものすごい技術がそこの一番定番の部分、底の部分にありまして、うん、どうしても打ち継ぎ目を作るとコンクリートっていうのはそこが弱点になりますから、はい、同じ条件でできるだけ短い時間で完成させねばいけなかったと、はいはい、いうことなんだ。じゃあ今の時代でも同じですよね、それは。ただやり方がちょっといろいろあるのかもしれませんけども、うん、この時はこれがもう多分最良のやり方だったと思います。なるほ ど,、はい、なるほど。もう本当にずっと歴史に残るものを作ってらっしゃる斉藤さんなんですけども、うん、さあそれでは最後に伺いたいと思います。さあ斉藤さんにとって土木とは。はい、これ大変難しい質問なんですけども、人生そのものだと思います。土木、特にこの橋梁の仕事に携わらさせていただいてですね、いろんな方との出会いとか別れがありました。もう嬉しいこと、苦しいこと、悲しいこと、楽しいことも辛い時もたくさんありましたけども、今の自分があるのはこの土木、橋との出会い、それから、諸先輩方や同僚、後輩の力を借りて現在がありますので、そういう意味では本当に人生そのものであります。私も還暦をとっくに過ぎましたので、人生の終盤はこの自分が工事に関わった橋を、あんなこともあった、こんなこともあったと言いながら見に行きたいなというふうに本当に思っております。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ぜひ斉藤さんの、ね、お作りになったいろいろな建築物を見せていただきに旅に出たいですね。そうですね、ぜひお願いします。ありがとうございました、斉藤さん。はい、本日は本当に、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり土木って面白いですね。それでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ。土木ラジ終了よし。土木ラジ終了よし。いやね、コンクリートの大きな構造物を作るのに精度の管理がミリ単位だという、しびれるじゃないですか。しびれる、ありえないですよ。前もね、いつかの放送回でトンネルを掘っていくときに、はい、両方から掘ってずれませんかみたいな話をしたことあったけど、やっぱりちゃんと測量をして合うようにしてるってことですよね。すごいですね、はい、本当に皆さん技術者の方の緻密者に頭が下がりますね。ありがとうございました。さあでは次回をご紹介しましょう。次回は尾形秀樹さんをゲストにお迎えして、土木偉人シリーズ、そう前回による大いなるチャレンジ、青の洞門開削をテーマにお話を伺いたいと思います。番組へのご意見ご感想はボイスアットマーク FM840.jp までお寄せください。また番組ホームページや YouTube に収録時の様子をアップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。それでは来週も土木のラジオ、ドボラジでお会いしましょう。